私は砂漠のオアシス、ワカチナからクスコにやってきました。クスコやから同じペルーなんやけど、クスコ最後の4つ目の都市になります。で、クスコといえばもちろんマチュピチュに行きます。で、昨日着いて、もうマチュピチュのツアーとかは現地で予約をして、で、明日からなんですよ、ツアーが。だから今日はちょっとクスコの街でもブラッとしようかなと思って、そう、動画撮る予定特になかったんやけど、せっかくやから撮ろうかなと思って、ちょっとかなりのんびりな、ゆったりなVlog に今日はなるかと思いますが、よかったらクスコの街の様子見ていってください。で、今泊まってるのがマガーホステルっていうところで、ここがね、1泊1000円ぐらいなんよ。しかも朝食付きで、女子部屋なんやけど、こういう風にね、専用のトイレと、あとはシャワーで、めっちゃ綺麗、こんな感じです。とりあえず今9時なので朝ごはんを。で、この窓から見えるさ、山見えるかな。すごい、ここに街が広がってるんやけど、あー、標高高いとこ来たなって感じ。クスコがね、3400m やね、標高。だから富士山と一緒、すごくない？いきなり 3400m 上げてきました。で、ホステルのロビーっていうかな、入り口はこんな感じで、入り口もすっごい素敵。今ね、休憩がてら外出てきて、12時半なんやけど、なんかね、近くにアルマス広場っていうのがあるんやけど、そこでね、踊ってる人がおる。フェスティバルかな。すごい人が集まっててね、民族衣装着てはるわ。素敵。もう辺り一面、辺り一辺が素敵な民族衣装の方ばっかり。おー、トマトみたいな方もある。重いんかな、あれ。で、このアルマス広場っていうのがクスコの、観光地の中心地っていうんかな、やねんけど、建物がすっごい素敵じゃない？なんていうんやろ、中世ヨーロッパ感というか。で、あれがカトリック教会で、こっちがクスコ大聖堂やって。で、このクスコ大聖堂の前に咲いてるお花がラプンツェルカラーの配色で、すっごい好きな色、めっちゃ可愛らしい。アルパカ帽子見つけた、可愛い。今外で見てたら、試してみな試してみなって言ってかぶらせてくれた。めっちゃ可愛くない？可愛すぎる。カラフルなアルパカたちと一緒にコダックとキティちゃんとスパイダーマンとルシー、あ、レイジもある。かわいい。手作りなんやろね。はい、ということで、朝ごはん食べたり、オンライン英会話したり、ちょっとお散歩したりして、今1時20分です。で、お腹が空いたのでランチに行こうと思います。でね、このホテルから歩いて20分ぐらいのところにサンペトロマーケット、サンペトロ市場っていうのがあるから、そこに向かおうと思います。なんか道が綺麗よね。石レンガっていう感じの道で、あっちの奥には家々が見えます、隙間から。で、標高が3400m と富士山ぐらいあるんやけど、高山病の薬飲んでるからか、あとはコカティコカのお茶、ちょっとコカって聞くと危ないイメージあるけど、中毒性がないコカのお茶を飲んでるからね、全然しんどくはなれへん。で、息もね、全然上がってなかったんやけど、今喋りながら
歩くとやっぱ息上がるわ普通に歩いてる分には全然平気ないけどね、喋ると息上がるみたい。この山のさ上に家々がある感じ、ウガンダとかルワンダもね標高がちょっと高くてこんな感じやったから、なんだか懐かしい風景見て、そこの標識がすっごい可愛らしい。菊と、菊っていうか茎、葉っぱとお花が看板を取り囲ってる感じで、こことかなんか水路があるね。水はけようやろうけど、なんていうの、古風な感じで、あのコカの葉を紅茶に入れて結構飲むことが多いんやけど、こんな感じでねコカのキャンディーも売ってるね。だからなんかちょっとしんどいなとかって時に舐めるといいんちゃうかな。こういうボンボンとかさ、昔よくお母さんと作った記憶があるな。懐かしいこれはハムスター、カピバラ、かわいいな愛おしい午前中結構ね大雨降っとったんやけど、今すごい晴れてきた、よかった。雨降ってたら歩かれへんなと思ったから晴れてきました。ここなんやろ、信号がおしゃめっちゃおしゃれじゃない。で、ちなみにペルーは ATM マルチレートっていうのが手数料無料みたい。なんか空港とかにある ATM で下ろしたら手数料1000円ぐらいかかったんやけど、400ソル下ろすのに。マルチレートは手数料なしやねん。で、ATM がね、どれも全部大体400ソルが1回まで限界なんよ。1万5000円ぐらいかな。だから手数料ない方がお得やと思う何回も下ろさなあかんから400やったらね。すっごい大きい扉で、振り返ったらすごい素敵な景色。サンペトロ行く道の途中お店もいっぱいあるね。レストランとかカフェとか雑貨屋さんとか。どうやらこの門をくぐっていくみたい。すごい、別世界への入り口みたい。あ、ここやここや、サンペドロって書いてるね。あの屋根の下やね、何かやってる。で、このサンペドロマーケットなんやけど、中に入るとお土産とか、あとはね飲食店というかね屋台みたいなのも結構あるっぽいから、ちょっと入ってみたいと思います。で、今1時45分なんやけど、あのこの前行ったオアシスの砂漠でバギーツアー一緒やったフロムドイツのニキたちがコスコおるみたいで、そうやから一緒にランチしよっかって話になって、2時に待ち合わせしてんねんここで。だからまだちょっと時間あるからプラプラしてみたいと思います。すごい、こんなカラフルなものがある。イヤリングつけているアルパカたち。このペンがさ、すごいかわいいよ。めっちゃよくない？かわいい。で、この子さっきのハムスターのあれに似てる。めっちゃほっぺムニュムニュしてる。何この子。すごい素敵なアクセサリーとかね、ある。なんかこういうリングとか、イヤリングもあって。ニキたちはリングを買うらしい。50ソルやって。ここがご飯エリアっぽいね。お腹すいた。合流しました。合流しました。で、なんかここのサンペトロでご飯を食べるとお腹壊すのが怖いみたいで、で結構なんかその今までのあった旅人とかも3日間寝込んだって話を聞いて、ちょっと外で食べたいかもって言ってるから、今から外でランチしに行きます。すごい、なんかトラムみたいなバスがおる。そこ、 When do you... What's this call again? The color? No, 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 the name of the... Granadilla. Granadilla?なこれがすっごい美味しいよって。Chop it in here. え？ Pull it in half. ザクロみたい。
かね、あの見た目サクラみたいなんやけど、ザクラよりもすごい甘い感じ、めっちゃ美味しい。でね、なんかシティウォーキングのツアーを予約してくれたみたいで、そう、やっぱり今からちょっと参加しようと思う。お昼はね、あの食べ逃した。It's actually very nice. アイスクリームバーガーやって。It's like chocolate cream and smarties. Like that. I never seen this before. Oh, no, really. Oh my god. Really nice. Nice. Yeah. ということで今グループツアーが始まりました。The leader was Manco Capac. He's recognized to be the first Ingaruro. Also the one who started to dry the swamp to build the city of Cusco.銅像の方誰かなと思っとったけど、インカの王様っぽかったっぽいね。Come on, people. Thank you. Thank you very much. The other one. That is really nice. Can I try? Of course.Sorry. Yeah. Wait. Oh. It's for all. It's for all of you. Oh. Smells good. なんか今塗ってくれたのを家具と多分鉱山分にいいかな。Especially good when you got some nausea. ああすごい、ここもなんかすごい歴史的な建造物やね。もうなんかグリーンがすごい素敵。インカのキングと。クイーンが描かれてる、でプレジデント大統領かなも描かれてるねんて。で、あのマークがシンボル的な感じでコインの裏とかにもあれが描かれてるんやって。で、あの3つマークがあって、あの木と動物とコインがあって、右上の木がメディスンとかでも使われる、あの大事なインポータントなものやから、あの象徴に合ってるんでって。でアルパカとガマの違いがリマか。リマはあの唾吐き出すから気をつけてねって言ってる。でリマの方がちょっと生徒感やって。ここのさ、芝生の下には美術館があるみたいで、あそこから 50ソル入ったら入れるねんて。すごい、芝生の下に美術館。面白いね。すっごい大きい石がある。大阪城みたい。これがね、あのいろんな形をしてるっていうので、あれがスネークになってて、こっちにはリャマとヒューマがおるらしい。あれが頭。Chest and the front legs. Oh. It's a hunting position. Now it's body. Easy. ツアー中にビジネスカードとこのリャマをチャオもらった。でここのチョコレート屋さんがすっごい美味しいみたいで、フリーチョコをくれるんやって。いろんなチョコレートをテイストさせてくれるらしい。でなんかコカのチョコレートもあるんやって。コカにしてみようかな。Can I get コカ？グラシアス。普通のチョコレートの匂いする。美味しい。うん、チョコレート、コカの風味は分からへん。うん。結構今急な坂を登ってるんやけど、この辺もショップがいっぱいあってヨーロピアンな感じが素敵。わあすごい、この辺りがもう街が全部かわいい。この石の感じの茶色いのと青と緑がすごい素敵。こんにちは。すごい、今急階段を登ってるんやけど、後ろの絶景がめっちゃ綺麗。もうちょっとでトップ。頑張ろう。
すごい、なんかどっかのバーかレストランの屋上に来たんやけど、眺めが、あ、素敵。すごい、クスコの街並みを一望できる。屋根がね、全部一緒の色なんやね、統一してるんや。わ、インカ帝国。なんかね、ドリンクくれた。サルーレモネードやって、うまっ。ほんでさ、今サンセットの時間帯、なんかそこの山に日が当たってる感じがまた素敵。いやーすごい、虹があんな感じで出てる。ということで今6時でツアーが終わって、ツアーのみんなとご飯をこれから食べます。すごく絶景のいいところで、みんなお酒にしたけど、ちょっと私今日飲むと明日の待ち口が不安なのでパッションフルーツにしました。最後にあのここのお店で使えるフリードリンクのチケット1枚くれたから、それで1杯無料になるっていう。街の明かりがつき始めてすっごい素敵。ということで結構待ってやってきました、ハンバーガーでね、なんかチューシードやったっけな、美味しそう。なんかハッ熱い。ということで今7時半でみんなでホステルに帰ってます。めっちゃ夜の雰囲気も素敵で、ホステルまで一人やと怖いって送ってくれてるみんなで、めっちゃ優しい。今8時でホステルに戻ってきました。でコカティで締めます今日。だからちょっと明日からマチュピチュのツアーに参加するから、今日はもうシャワー入って寝て、で待ち合わせが6時とかなんよ。そう、早起きやからもうすぐにコカティを飲んで寝たいと思います。で今日はちょっとかなりのゆるっとした Vlog になったかと思いますが、まあ、いつもかな。見てくださってありがとうございました。じゃあ次回、明日からまたマチュピチュのツアーの様子もお届けしたいと思うので、おやすみなさーい。